用水路の建設現場はテロ掃討作戦に向かうアメリカ軍の通り道となっています。着工から半年後、突然現れたアメリカ軍のヘリコプターから機銃掃射を受けました。全体で私が見たのは5機だったです。でそのうち3機はですね、輸送用のヘリコプターで、2機がプロペラ1つのやつでした、ね、まあ攻撃用というんですかね。それが旋回してきてここを機銃掃射したわけですね。危なかった。岩盤を砕くダイナマイトの音がヘリに対する攻撃と間違えられたのです。不安と緊張の中、作業が続けられました。春、雪解け水をたたえたクナール川の激流が建設現場に押し寄せてきました。増水した水が作りかけの水路に流れ込んできます。苦労して積み上げた護岸が崩壊してしまいました。翌日、壊れた護岸に住民たちが集まりました。ジャカゴは網に石を詰めれば簡単に補修ができます。着工から1年後、用水路は最初の2キロが完成。水路に水を通す日を迎えました。水がちゃんと流れてくれなければ、中村さんを信じてついてきた現地の人々に申し訳が立ちません。乾いた大地に水が染み込んでいきます。おい、見においで。工事開始から5年後、恐れていたことが起きました。アフガニスタンの人々に尽くしたいと働いていた伊藤和也さんが武装集団に拉致、殺害されたのです。これ以上犠牲は出せない。中村さんは日本人スタッフを帰国させました。失礼します。失礼します。さあ、お手柄だ、イスタカビかな。だ、スパパクパラチタビ。現地には中村さんただ一人が残り、陣頭指揮を取り続けました。どうだバス？ラッセンティ。
So about 6 years ago, we have started the canal program. You old people have been working very hard under the heavy rain like today. Under the strong sunshine, you have been working. And finally, we are coming to our big target, the Gambeli. I hope this is the biggest hope for you for the future. We need water and food, and war is not the solution. We are keeping trying this challenge on the long run. 2010年2月、水路は終着点のガンベリー砂漠に到達。全長 25.5 キロの用水路が完成しました。取水口のそばに作られたため池、川から流れ込んだ土砂をここで沈殿させ、水だけを下流に送ります。水量を調節する石板、これも日本の治水技術です。用水路の完成を祝う式典が行われました。ビスミラーラハマニルヒムクダジャポトルナガラノプリアポトラファナプリダヘルキコレワダンコレワダンアーミンカカムラ岩だらけの大地と格闘した7年でした。全然バス。用水路の周辺の風景は大きく変わりました。水路の護岸に植えられた柳の木、その根がジャカゴの石を包み込み、水の圧力から水路を守ります。何一つ作物を栽培できなかった場所に豊かな恵みが戻ってきました。あれはウカにシャラカゴミだね。用水路によってよみがえった田畑は3500ヘクタール。小麦とトウモロコシ2万7千トンの生産が可能となりました。これは15万人分の食料に相当します。おっぽろほかばんでるだらうもわたなあばでしょちわたなあばちょらうるよっぽろうずがすらばんでいむかなあうちそれわげしょاگر حد من یو ڈڈے دوزی اگر پیسو دا خپل خېډه دا بارے زی جنگ دا چې خېډه مال شو مر سوي سګی جنگ دی. 水路の上流の村には一度村を捨てた人々が次々と帰ってきました。主食の小麦だけでなく、カブや人参、大根など野菜の収穫も始まりました。
野菜を売り現金収入を得る農民の姿も見られるようになりました。武器ではなく、ツルハシでアフガニスタン人の暮らしを立て直す、その信念が実ろうとしています。帰国を機に柳川を訪ねた中村さんは、ここである人と会うことにしていました。田中さん、いや、こんにちは。お目にかかりたかったです。今日はありがとうございます。法政大学教授の田中優子さん。江戸時代の庶民の生活や文化を多角的に研究しています。末端になるところで、かつて湿地帯だった、湿地帯だったんですか。湿地帯だったと思います。江戸もね、かつての東京の江戸も本当はこういう運河がたくさんあって、あ、はい、で交通の要だったんですよね。いや、ここを見てるときっとかつて江戸もこうだったんだろうなって思えるんですよね。300年の長きにわたって維持されてきた柳川の水路、それを建設した江戸時代の農民の知恵について語り合いました。その大きな河川から取水するってことになると、確かにかなり大変な技術ではないかと思うんですが、はい、その専門家の方もお入りになったわけですね。専門家はいなかったですね。いなかった。江戸時代見ていると、私は本当に驚くのは、その百姓ですね、その農民たちがすごくたくさんの技術を持っていて、家も自分たちで作ってしまうし、それから今でもやってますが、そのかやぶき屋根は自分たちで吹きますね。で、確かにその川の管理だとか、こう運河の管理はもちろんなんですけれども、飲み水をこう取るための都市の中の、ああいうその運河の管理まで自分たちでして、掃除もしますし、もちろん井戸掃除も自分たちでしますね。それから履物、わらじなんかも自分たちで作るし、着物を織るし、暮らしに関することは何でもできますよね。いや、今のアフガニスタンがそうなんですね。で、家も作るし、現地の人は石が好き で、であらゆるところに、石を使うんですね。で、またどんなところでも石はもう無限大に転がってるわけ。その上手にですね、石にも割り方があって、ちょうど巻き割りの時なので、この筋を見て、ここをコツンとあれば板の上にパッと割れたりとかね、そういう技術に長けてる。で、石を使う文化といいますかね、百姓全てがですね、優秀な石工だと言っていい。で、そう石を扱うのはまあ日常的なんで、しかも好きですので、この仕事が面白くはかどっていくんじゃないですかね。まあそういうこともあって、我々そのジャカゴだとか日本の伝統技術と向こうの人たちの思考といいますか、それを合わさった形でできたということですね。日本の場合も近代になってから、その川護岸工事であろうと何だろうと、そのコンクリートを導入してしまいますね。でもあれで生物が住めなくなったり、もう鳥も寄らなくなったりって、そういうことが起こりますから、一種の環境破壊になってしまいましたよね。住民側としてはですね、やっぱりコンクリート信仰というのがあって、あるんですか。それになんか意外と、やっぱり新しいものに憧れると言いますか、立派だというふうな、オラガ村にもこんな立派なものができてという感覚はあるんですよ。あ、そうなんですか。ただそのジャカゴを使いますと、まあ彼らとしては初めての経験だったですが、こんなに強かったのかと。魚が入ってくる、水草が生える、いろんな生物が住みやすいという意味では非常に優れた方法だと思いましたね。やっぱり古いものはそれなりの根拠があって続いたんだということをですね、見直す時代が、まあ、
江戸学にこびるわけじゃないですけども、私はそう思いますね、うん、その江戸時代はそういったその、まあ、広い意味で自然とでも言いますか、うん、に対してどういう感覚でみんな暮らしてたんでしょうかね、うん。